当被害との必死の戦いが続いております。原発事故の影響により現在でも福島県民が9万人が県内、5万人が県外での避難生活を余儀されている状況でございます。改めて心よりお見舞い申し上げます。人類史に残る甚大な被害をもたらした福島原発事故と直接関わりが少ない多くの日本人及び世界の人々に、この3年間放射能と戦ってきた福島の思いを伝えたいと思います。3年前の3月14日に発生した福島原発建屋爆発直後、私はいわき市内避難所で3日間避難者と共に過ごしました。しかしそれは一時的でありまして、すでに3年の間に何度も引っ越しを余儀なくされ、そして仮設住宅等に暮らす被災者のご苦労を思うと申し訳ない思いでいっぱいであります。先月南相馬市で避難生活をしながら多くの方々に激励を続けられておられる3人のお子さんを育てながら、現在50歳のご婦人の思いがこもった手紙をいただきました。実際放射能からの避難生活をしていない私には到底分かち合えない心情であり、そのままそのお手紙を披露させていただきます。震災から3年目になります。あの日以前には戻りようもなく、私の人生の時間はあの日を起点として時を刻んでいます。原発事故で今も避難生活中です。避難生活が当たり前の日常となってしまいました。震災も原発事故もどんどん風化して、すでに昔の話になりました。だけどそれじゃ困ります。原発事故は人間が作り出した事故であることを忘れてほしくありません。どんなに安全を強調しても、ひとたび想定外が起きれば、私たち福島の苦しみ悲しみは繰り返されます。原発イコール核は人の手に負えないのです。私たちはこの3年何もせず待つこと、線量が自然に下がるのを待つことしかできませんでした。岩手や宮城が復興を力強く進めるように、私たちも復興をしたかった。だけど時を待つことしか手立てがない、この苦しさ悔しさ、この私たちが体験した貴重な事故の現実、庶民の生活の現実をしっかり見てください。人間が賢き生き物であることを信じ、希望として4年目の避難生活を送ります。この経験の上に新しい希望を作ってほしい。もう繰り返してはいけません。人間が作り出したものなら、ピリオド打つのも人間です。勇気を持ってください。この経験を人類の財産にしてください。以上でございます。総理、この福島原発事故をしっかり収束していただきたい、また一日も早い普通の生活に戻っていただきたい、そのご夫人の思いに対してご感想はいかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。ただいま若松委員が紹介をしていただいたそのお手紙を伺っておりました。大変私も胸の痛む思いでございましたし、おそらくその手紙を書かれたご婦人と同じような気持ちの方がたくさんいらっしゃるんだろうと思います。私もたくさん手紙を、福島第一原発事故によってですね、避難を余儀なくされた方々からのお手紙をいただき、改めてそうした皆様のお気持ちを受け止めていかなければならないと、このように決意を新たにいたしておる次第でございます。そして今お手紙の中にあったこの事故の経験をいえば世界の財産としていかなければならないと、この言葉は大変さに富んだものがあると、このように思います。福島第一原発事故で被災された方々の心の痛みにしっかりと向き合い、そして寄り添い、福島の復興再生を全力で成し遂げる、これがエネルギー政策を再構築するための出発点であるというふうに考えております。政府と東京電力はいわゆる安全神話に陥り、十分な過酷事故への対応ができず、このような悲惨な事態を防ぐことができなかったことへの深い反省を一時たりとも忘れてはならないと、このように思うわけでありますし、我々住民主党は長い間政権を担ってきたものとしてですね、大きな責任を感じているところでございます。そして廃炉汚染水問題を解決をしていくためには、事業者任せにするのではなく、国も前に出て国内外の英知を結集をして、
予防的かつ重層的な取り組みを実施しなければならないと思います。いずれにいたしましても原子力に関しては安全を最優先にする、これが過酷事故を経験をした私たちの原則であろうと、このように考えております。若松兼重君。ぜひ福島県民の思いをまたしっかり対して頑張っていただきたいと思います。次に2月12日福島県から中間貯蔵施設の配置計画案の見直し、中間貯蔵後の